皆さん、こんにちは。2006年、小学3年生の時に、旧ジャニーズ事務所に入所し、2020年にSixTONESのメンバーとして、SnowMan と共に2組同時デビューした森本慎太郎さん。そんな森本さんですが、8月16日朝、大型の台風7号が関東に迫っていた中、遅延や欠航が相次ぎ、旅行客でごった返し、羽田空港国際線ターミナルにて、透き通った肌に白いノースリーブが似合う小柄な女性と一緒に歩いていました。森本さんと一緒に歩いていた。その女性の正体とは誰なのか、熱愛をしている相手なのかについて調査していきます。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。まず森本さんはどんな人物なのかについて紹介します。SixTONESのメンバーとして大活躍中の森本さんはグループ最年少にして肉体派キャラのムードメーカー的存在です。実は森本さん幼年期に空手、中学は体操、高校はサーフィンと多種多様なスポーツを経験し、抜群の運動神経と鍛え抜かれた筋骨隆々の肉体を持っています。その体を生かした豪快かつ表現力豊かなダンスとアクロバットはグループ1。森本さんは俳優としても活動の幅を広げ、昨年放映のドラマ、だが、情熱はある。では、お笑い芸人の山里亮太役を熱演。3枚目も公演する本格派として認知されています。そんな飛ぶ鳥を落とす勢いの人気者の傍らに寄り添う謎の美女がいました。森本さんは16日の午前9時30分頃に保安検査を通過した2人はビジネスクラスラウンジに入っていきました。そしてキャップをかぶったまま臆することなくソファー席に並んで腰を下ろしていました。2人は大きな窓から飛行機の離着陸の様子を眺めながらジュースの入ったグラスを傾けていました。ラブラブな様子で2人で一つのスマホを覗きながらよく笑っていました。完全に2人だけの世界に入っている感じでした。1時間ほどラウンジで過ごし、時計を確認するとハッとして席を立ち、急いでラウンジ出口へ行き、そのまま急ぎ足で搭乗ゲートへ向かい、タイ・バンコク行きの飛行機に乗り込みました。その女性の正体について、森本さんの知人が打ち明けていました。芸能タックル。森本さんと一緒だったのは女優の森川葵さん。2人は4月期に放送されたドラマ「街並み照らすやつら」に出演。森本さんが経営難のケーキ屋の店主役を、森川さんがその妻役を演じました。この共演がきっかけで2人はつい最近付き合い始めたそうです。森川さんは誰なのか知っている方も多いと思いますが、2010年15歳の時に「セブンティーン」の専属モデルとしてデビュー。2012年に映画「ラブ・トゥ・レイン」で女優デビューを果たすと、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう、かけけぐるいなど次々と話題作に出演し、一躍有名になっています。さらに19年から出演したバラエティ番組「それって実際どうなのか」でビリヤードやテーブルクロス引きなど長い修行が必要な各界の達人の真技に挑戦。番組の取れ高を無視した驚異的な速さで技を習得し、ワイルドスピード森川の称号を授かっていました。プライベートでは18年に15歳年上の俳優高橋一生さんと、19年に2歳年上の俳優仲野太賀さんとの熱愛が報じられていました。共にドラマの共演がきっかけで付き合い始めたそうで、現場では共演者キラーとして知られます。今回もきっかけはドラマの共演だそうです。2人の交際は秘密だったが、街並み照らすやつらの撮影現場ではこんな匂わせも見られたそうです。実はドラマスタッフが明かしていました。2人は前室では和やかな雰囲気でお互いセリフチェックをしていた。印象的だったのは最終回で夫婦が手をつなぎ見つめ合う情緒的なシーンの撮影。カットがかかってもすぐには手を離さず、名残惜しそうにゆっくりと話していましたと語っていました。SixTONESといえばメンバーのジェシーさんと綾瀬はるかさんの真剣交際が7月にニュースポストセブンで報じられたばかりです。グループ2組目のビッグカップルの誕生だが、2人のラブラブな様子を再び目撃したのは、2人が微笑みの国へと旅立ってから2日後の8月18日のことでした。午後5時20分、2人を乗せた飛行機が、バンコクから約6時間のフライトを終え、羽田に着陸。大きな土産袋を抱え、ネックピローを首に巻いたままの森本と、小さなリュックを背負った、軽装の森川さんが少々お疲れの様子で、コンコースを並んで歩いていきます。森本の左腕をぎゅっと森川が掴む場面もありました。さらに、動く歩道に乗りほっと一息ついた、森本さんの背中を森川さんがいたわるように、そっとさすっている姿が見られました。しばらく歩いた後、二人は目くばせすると別々の通路へ行き、森本さんは預けた荷物を受け取りに、ターンテーブルへと向かい、森川さんは別方向へ歩いていきました。先に一人で到着ロビーに出た森川さんは、駐車場等につながる連絡通路へ向かいました。この日はお盆休み真っ只中ということもあって、空港駐車場はほぼ満車状態にもかかわらず、森川さんが車を見つける速さは、ワイルドスピードみたいでした。迷うことなく一台のスポーツカーの前で足を止め、ロックを解除し運転席に乗り込みました。その後エンジンを始動させエアコンを調整すると、一旦運転席から外に出て、助手席側のドアから再び車に入っていきました。そして森川さんから遅れること約30分後、預けていた大きなスーツケースを引いた、森本さんが到着ロビーに姿を現し、まっすぐ駐車場連絡通路へと向かいました。自動精算機で駐車料金を支払い、森川さんの元へ近づくと、突然ダッシュして車の前に登場しおどけてみせました。森川さんは一瞬たじろいだが、すぐに満面の笑みを浮かべ、内側から車のロックを解除。森本も笑顔で答え、後部座席に、スーツケースを押し込み運転席へ乗り込みました。その後、車は轟音を響かせながら発進。都内一等地に立つ。森本さんが住む高級マンションの駐車場に吸い込まれていきました。まさに夫婦のような連携プレーを見せつけた二人。森川さんの所属事務所に質問状を送ったところ、プライベートは本人に任せています。森本さんの事務所からは回答はありませんでした。交際もワイルドスピードのように進んでいるようですね。芸能タックル。皆さん、いかがでしたか？同じSixTONESのメンバーでもあるジェシーさんが熱愛を認めているので、森本さんも森川さんも熱愛を認めているのは妥当ですね。ジェシーさんと綾瀬さんも結婚間近ということで、森本さんもあり得るかもしれないです。もし子供が生まれるとするならばいつになるのでしょうか。美男美女で歌手、女優の間に生まれるお子さんの将来、楽しみでなりませんね。今後の二人の動向に注目です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いします。それでは、また。